アイテム番号、SCP-1060。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1060 は常時、ヒューマノイド観察、交流セルに収容することとします。対象が治癒館サイクルにある間は、対象にサイト33の食堂から食料品を供給します。対象が夜間サイクルにある間は、対象に 0.8kg の人間の胎盤を給仕し、少なくとも4リットルのベースが入った容器を与えます。説明、SCP-1060 は東南アジア系民族の人間の女性で、アディラー、という名前です。対象はマレーシア語に堪能であり、マレーシア英語も多少話すことができます。対象の治癒館サイクルの間に行われたインタビューでは、対象は自分の年齢は22歳で、産科看護師としての訓練を受けており、自らの生理上の異常な面については何ら感知していないと述べています。このインタビューにおいて、対象はその夜間サイクルの生理もしくは活動について認識していないと供述しており、夜は単に眠っているだけだと断言しています。治癒館サイクルにおいて、対象は頻繁に収容下からの解放もしくは家族と連絡する許可を求めています。対象が治癒館サイクルにある間においては、対象は通常の人間の女性のように見え、またそのように振る舞います。対象の夜間サイクル、これは一般に対象が眠りに落ちてから80分以内に始まりますが、このサイクルにおいては対象の頭部及び内臓器官、心臓、肺、肝臓及び消化器系、消化管の大半、が急激な痙攣運動とともに、対象の肉体の残りの部分から切り離され、対象の首元には一つの穴が残されます。対象の頭部及び臓器は未知のプロセスによって浮遊し、収容セルの中を自由に飛び回り、対象の下、この段階においてその長さはおよそ22センチメートルに増大しています。は蛇のように空気遊を動き回ります。対象の肉体の残りの部分は休眠姿勢で横たわったままとなります。対象の上下の剣歯もまたこの段階においてその長さと鋭さを増します。通常の収容環境下では、対象はぶら下がった腹綿を手足のように扱って供給された胎盤を掴んで口へと運び、接触します。接触後、対象が露出している臓器をベースに浸すと、臓器が縮んで対象の肉体の空洞部へと詰め戻されます。頭部は肉体に再接続され、目に見える継ぎ目や傷跡は残りません。ホイ SCP-1060.01 エイジアン 1060.01 を受け、妊娠中の女性が SCP-1060 の夜間サイクルの間に収容チャンバーへ侵入することは認めないこととします。事案 1060.01 において、当時妊娠第2期にあったマリリン。研究員はベースの容器を充填するため、対象の夜間サイクル中に収容チャンバーに侵入しました。SCP-1060 は、研究員の存在をチャンバー内に感知すると直ちに、非常な高速度で、研究員に飛びかかり、研究員をその腹綿を用いて拘束し動きを封じました。その後対象は研究員の腹部を食い破って、胎児をそのまま接触し、子宮の残りの大部分とその内容物も同様に消費しました。